んたの力。でも、なんで？私に手を出すのがどういうことか。私に刀を振るなら、あんたの国を、あんたが大事にしてる稲妻を、私たちバディが。止まれと言ってるの。これは命令よ。あんた、それにあんたたち、私がこんなそこで。あなたは永遠の敵ですが、勝者の栄誉は認めましょう。生きてこの天守閣から去ることを許します。ライデン将軍があんな簡単にオイラたちを見逃してくれるなんて考えにくいよな。空気中に漂う雰囲気がどんどん重たくなってる。ライデン将軍による威圧なのか。宿女がライデン将軍の刀で死ぬなんて。確かに罪はあったけど、なんか考えさせられるな。執行官たちは神の心を集めて何がしたいんだ。おい旅人、頭が痛いのか。しっかりしろ。やっぱり早くここを離れよう。なんか嫌な予感がする。そういえば、宿女を斬ったあの無双の人たち、強すぎてわけわからなかった。あの一撃が本当に無敵なら、ライデン将軍を倒すなんてできるわけない。巫女が言ってたな。オイラたちに千住百目神像の前でもう一回一心浄土に入れって。でも今オイラたち自分の身すら守れない。計画は一旦置いておこう。空気中に電気の流れる音が。息がうまくできない。旅人、大丈夫か？なんで何も言わないんだ。確かに天守閣からざわついた声が聞こえる。何か起きたのかな。あの声、すごく緊張してるみたいだ。何が起きたのか見に行ってみようぜ。いつの日か雷帝に相対する者がこの地上に現れる。
またお会いしましたね。一体何がその愚かな勇気